チェックしておけばよかったー。ちょっと後悔は残りながら、この人、クラアードさん。あー、逃げていく。あとさ、もう一人、こっちだね。こっちに、戦うべき人がいるどの人そのパバナンさんじゃないよね。ないよね。もっと向こう。あの人かな。この人違うね。あー、わかった。あの鳥さんじゃない。鳥じゃない。あなただね、きっと。ファンドゥさんと戦いますか。あー、ファンさんの、親分みたいな感じかな。この人一人なんだね。めっちゃ強い？いや、そうでもない。さっきよりはちょっと強いけれども、そうでもない。よかった。上がっていきました。よし。なかなかいい感じにできてるはず。お金もだんだんね、貯まってくれたから、また、防具というかも変えると信じ。今のところ、討伐クエストは、ちょっと遠くというかビキニのあたりだから、ではここでババナシア戻りながら、子供アラビンさんがいたら積極的にバトルしたいけどだね。そうだね。まあ、仲間にできればしようという心意気を持ちながら行きましょう。ここすごくなだらかな坂みたいになってるのって登れる？あ、登れる。ホンプくんがいるね。行ってみようか。行ってみよう。かわいい。登れた。まあ、ね、この進化系の子がいるからさ、お仲間にはしなくてもいいかもしれないけれども、あ、でもちょっとさ、この、強いかも、上側の人というか、強い可能性があるね。周りの人たちも。まあ、いいとしよう。ババナシアに行こうとしてたのに、ちょっと違う道に逸れてしまったのは迷子になったからじゃ、ないんだからね。あ、すごい、道が広がってる。こっちにも何かあるけど、という感じ。でも、ねえ、また来そうな感じはするね。ね。何かこう、物を探しに来たりだとか、可能性はありながら、すごい大きい鳥が飛んでいったー。こう、変態花八さんと、ソーロッパさんと、アラビンさんは、子供じゃない。強いかな。あー、ちょっと強い。戦えなくはないけれども、強い感じがするから、ちょっと気をつけながら行きましょう。まあ。兵隊花八さん。やーん、毒なっちゃう。ならなかった。毒取りそうを盗んだそうです。まあ。トッシシさんとかと同じ感じかな。強さとしては。ね、近い感じがする。よし。まあ、仲間にはできなかったけれども、ここにも来れるということが分かり、ね、何か取りに来るかもということを思いながら、こっち側かなーな。いける？あ、ここは分断されてしまっているから、降りれはしないね。ね、ちょっと方角としてはこっち側に何か、こっちじゃないけど、まあ、あのあたり、何かある、というのは分かったけど、今はいけないみたいな感じ。あー、またこっちに帰ってくるのも、ね、楽しみになる。お、何かあるから、これだけ取っていきましょう。そして、ババナシアを目指しましょう。
黒曜石手に入れました。合成で使うんだろうなと思うんだけれども、合成さ、いまいちこうレシピというかが全然増えていかないのはちょっと気になっております。あ、子供アラビンさんがいる。子供アラビンさんがいるから、ちょっとちょっと丸さんで待機待機してみよう。と、どど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 ど、あー出なかった、仲間にはなれなかった。まあ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 仕方がない。帰ってきました、ババナシア。ちょっとちょっとね、子供アラビンさんを仲間にすることもできなかったし、ナッチさんもあの後は倒せなかったけど、まあ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 仕方がない。よし、でもでもね、でもね、スパイス名人さんに材料が集まったようじゃな。よし、すぐに調合してやるから待ってろ。よかったよかった、一つ進むね。よし、できたぞ。これが伝説のスパイスだ。これさえあればうまいカレーができるぞい。伝説のスパイス手に入れました。よかったよかった。で、カレー屋さんにもご報告に行かなければいけないし、あとはお弁当の人、お弁当の愛しているよを伝えなければいけない、この方だったね。お弁当無事に届けてきましたよ。ありがとう、本当に助かったわ。それと旦那さんから伝言や、今日も愛してるって言っとったで。あら照れちゃうわ。伝言ありがとうね。あれよしなくちゃね。またたきのこを3つと200ゴールドいただきました。ありがとうございます。まあ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 、よかったよかった。そしてあれ、あなた、さっきのさ、手記の方だよね。そうだよね。あら、君はコロネールの。まさかこの街でも会えるとはね。本当にね。またお会いしましたね。今度はババナシアの観光ですか？そうさ。砂漠の旅は辛かったが、火山というものを見ておきたくてね。まさかデカロック山に登ったんですか？いやいや、さすがにそんな勇気はないよ。火山地帯の入り口あたりから眺めただけさ。とはいえ、火山の様子はしっかりと手記に記録してきたよ。これはまたその手記をなくした予感。あれれ、どうかしたんですか？どうやらまた手記を落としてしまったようだ。もう二度と落とさないとあれほど誓ったのに、ついつい火山に夢中になってしまって。なあ君たち、また私の手記を探してきてはくれないだろうか。仕方がない、仕方がないね。でもこのさ、旅人の手記かっこ火山って書いてあるからね、まだまだ続きそうな感じはするよね。まあ仕方がない仕方がない。わかりました、僕たちに任せてください。おー、なんて心強いんだ。どこら辺で手記を落としたか覚えてないかと、しずくさん。火山地帯の木に腰掛けて手記を記した記憶があるなぁ。さすがにどの木かまでは覚えてないが、あまり火山の方には近づかなかったはずだ。手記はきっとその木の根元に落ちているはずだ。頼んだよ。まあね、火山もね、行かなきゃいけない予感がちょっとしていたから、いいとして行くとしましょう、行くとしましょう。そしてカレー屋さん、おしゃべり。おう、必要な材料が揃ってるじゃないですか。これで砂漠のオアシスカレーが作れますよ。よし、すぐに調理開始だ。いっぱい食べていってくださいね。よっしゃー、その言葉を待ってたで。やったな、オリバー。楽しみだね。よかったよかった。おお、チャイロさんはオアシスカレーです。うわー、いい匂い。ほんと、とっても美味しそう。もう我慢できん。お先にいただくで。そうだね。食べて食べて。いただきます。あ、かわいい。しずくさん、ビーフと野菜とスパイスが一体になって絶妙なハーモニーを奏でとるで。まさに砂漠でオアシスを見つけたような幸せな気分になれる味やな。ほんとだ、具もとっても大きくて美味しいね。皆さん驚いてますね。秘伝のスパイスが効いていて、辛さの中にも奥深い味わいがあるでしょ。じっくり煮込んで柔らかく仕上げてますし、
全然聞いてませんね。まあでもまだまだたくさんありますからね。どんどんおかわりしてくださいよ。もちろん。なんか幸せそうでよかった。ありがとうございました。おかげで砂漠のオアシスカレーが再現できました。大したものではないですが、これはお礼です。受け取ってください。砂漠のオアシスカレー5個と200ゴールド手に入れました。ありがとうございます。そしてそして獲得スタンプこれ4つなので埋まってくれたはず。よしよし、おーすごい速さで英雄スタンプカードが埋まっていく。ん、さらにスタンプ4個もらって、さらに1個サービスしてもらったんだって。やったー、ありがとうございます。では、では、手記をまた渡しに来なきゃいけないから、あのジェントルにね、このジェントルに返しに来なきゃいけないから、マグマに先に行って、で、ジェントルに返してから、またちょっとね、武器、せっかくちょっと手に入ったものだったりとか、買うものはビッキーニの方がいいかな。ちょっと考えていくこととしましょう。まずは手記を探しに行きたいのと、その前に、この人の、ご所望の方は、未熟なバナナのような魔物。あー、ババナいたのに、紫のターバンを巻いた魔物だね。よし、よし、よし。なので、ババナンと、未熟なババナンと、子供アラビンさん。よし、子供アラビンさんと未熟ババナンさんを連れてくるのと、ナッチさんを氷結で倒す。よし、よし、よし、覚えた。行こう。まずは、あー、ババナンさんがいるので、行きたい。おー、よし。で、ババナンさんは、二人いるから、仲間になれる可能性が高いとして、これで、丸さんで待っておく方がいいような気がする。と、ただちょっともうここはね、お任せしてしまう感じにして、ハート出なかった。こっちの人は出なかった。こっちの人も出なかった。あー残念。まあ仕方がない。まだ道中あるからね。いいとしましょう。それでも経験値は溜まってくれる。よかった。あれアラビンさんだ。アラビンさん逃げちゃうかな。あー逃げていくかもしれない。およし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 。アラビンさんも、仲間にしたい人だから、一旦こう押して、丸さんで待っておきましょう。出た。頑張れ、仲間の歌。どう仲間になってくれるかしら。これはもう毎回ね、成功になるのかしら。心通じ合った。よかったー。やったー。一人これでとりあえず、仲間にできた。これで、お名前はいいかしら？仲間にします。お供アラビンさん、お名前つける？つけないでもいいかな、この人は。ちょっとね、お見せするという感じなので、一旦この子はお名前はつけずに、行きましょう。またね、お名前つけたくなったらつけれるタイミング来ると信じて、ババナンさんがいるのは、逃げていかない。よし。これで、ババナンさんもゲットできると、とても嬉しいところ。こう押して、同じく丸さんで待っておきましょう。頑張れ。ちょっとみんな頑張れ。あー、こっちの人は、あー、出なかったね、ハート。まあ、仕方がない。あ、ナッチさんがいる。ナッチさんがいるから、ナッチさんもできればバトルして、あの子は早すぎるね。さすがに追いつかないね。仕方がない。独特装を手に入れました。向こうにいるのもナッ
チさんかな、ナッチさんかもしれない。なあ、ナッチさんはちょっとね、だいぶ逃げるのが早いからさ、あー戦えなかった。火山に入るにはもう少し火山マグマに行くにはこっちのあたり行ってみましょう。さてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。